はい、こんばんは、山田と申します。さあ、ずっと続いてますね、続きものになってますけど、山田決算会、3月のやつなんですけどね、足掛けも1ヶ月やってて、実はもう4月になってるんでね、今度、4月の山田決算会も取らないといけないんですけど、3月に始めた決算会の続きが全然終わんなくてですね、その続きをまた取っていこうかなというところでございますね。何回目取りなんだこれ。もうあまりに回数が多すぎてわからないですけど、一応今回からちょっと音質改善も加えようってことです。最近ちょっとヘアドリーガッツリやってますけど、やっぱ夜にね、どうしてもね、撮らないといけない、夜中の2時3時とかにね、どうしても収録しないといけないって時に、全然音をやっぱ拾わないっていうので、音質改善も兼ねてね、ちょっとね、外部のマイクとかも買ってみたんですけど、なんかね、めちゃくちゃノイズ拾うんすよ。なんかね、対策ちょっと考えないとなってことで、やっぱしちょっとマイク接続がなんかうまいこといかないんで、ハンディカムの方でね、こっちだったら音はまあ確実に入るんで、こっちの方で音を拾って音合わせをしてね、それでやってみようかなと思います。これでもうちょっと音は良くなるのかなと、期待してね、やっていきましょうというわけでございますね。で、今回は2021年の11月からってことですね。早速見ていきたいと思うんですけど、これでいいか、よいしょ。ということで2021年の11月から見ていきましょう。数字としてはよっこいしょ、アップロード37本アップロードして、ってことでちょっと、数が落ち着いて、まあでも1日1本投稿やってるのかな。まあ毎日投稿ここら辺からずっとやって、多分8月の毎日投稿宣言から7月のせいか、夏休みぐらいから、毎日投稿を書き始めたのかな。で、一応ここから多分ずっと月30本以上ですんで、毎日1本は、投稿するよっていう形になっているという形ですね。で、どこで11月だからここか。再生数は7867回ということで、ちょっと落ち込んでますかね。で、233時間ってことで、結構、時間で見ると結構下がってるなっていう感じがありますよね。これ何があったかなっていうと、トップ3を見てみると、ちょっとなんかガラッと変わってるんですね。ショーツがなくなって、多分、ショートはね、アップロードしてなかった。この時期は。ですよね。で、エスカレーターの動画が、なんか、じわっと伸びてきとって。で、上新駅の動画、駅前散歩したりとか。多分、これは、このちょっと前にアップロードしたんじゃなかったっけな。で、いうのが、あと伸びでカード入ってきて。で、おしんじの動画。これはあれですね。穂積駅前にある、穂積駅構内にある名所案内完全制覇の旅シリーズのやつですね。この動画が入ってきましたよということでございます。なるほどな、329ってことなんで、単純にこれ時間が下がってるのは、エスカレーターに、再生が寄ってきてるんで、この動画が30秒ぐらいの動画なんです。結果的に、再生時間も下がってるっていう感じなのかな。だから他が、こっちの比率が上がってるっていう形なのかなと思います。こんな感じ。7867の、登録者数はプラス4って形ですね。っていう形ではあるんですけど、そうですね。待ってみると、結局これが 50% 視聴事実半分以上はね、まで見てもらってるんですけど、それでも18秒なんで、これが3000とかって増えてくると、やっぱ必然的に、同じ再生回数でも、平均時間は短くなっていくよねっていう形ですね。うん。で、上がってますよって感じですね。他の動画でいくと、この上新駅のやつが4月にアップロードしたとか、ここで入ってきてるって形ですね。これなんか2年前の動画ですけど、比較的新しいですけど、やっぱ、5ヶ月、6ヶ月、7ヶ月とか経ってきたあたりから、この5月のやつとかもそうですね、入ってくるっていうのが、まあ一つ特徴なのかな。これ11月のデータですからね。っていう感じでございますと。よいしょ。腰で立つとダメか。やっぱ一応この体勢ぐらいでないとカメラが拾わないな。っていう感じでございますなと
というところでございますね。何にアップロードしたか、まあこんな感じですね。やっぱショーツはないよね。この時はショーツは上げずに、どんな感じ？桜咲く桜神社、咲く神社、のやつが、手前散歩、美保社庫だから中盤ぐらいか。で、もう一つはこれ、寺尾さんの動画が、まあ、コラボのね、撮影が終わった後に、うちが一人で歩いとった時のやつらへんに入ってますよね。で、だからこの辺りで日本トークとかがあったんで、まあこれどうしてもその、桜咲く桜神社の終わりのところとね、この、寺尾さんのやつが、ちょっと動画的につながり、リンクがね、あったんで、これはね、ちょっと一緒に出しとかんとな、ということで、並行で出していったっていうような形ですね。撮影したのはね、だいぶとこの桜咲くの方のが前で、でしたんで、かなり、こっちの後の方のやつはね、ちょっと、普段うちのところって編集する順番が、まあ、撮影をドーンと貯めといて、今もね、ちょっとすいません、去年の9月のデータが、今4月の時点でね、去年の9月のデータのやつが、まだ出し切れてないっていうぐらい、ドカンと貯まってますけど、これもちょっとね、また後々どっかで話していくと思いますけど、ちょっと一回ストックを出し切る形でね、ガーンと出し切って、予備動画みたいな感じのね、ストックの仕方にしとこうかなって、なんて言ったらいいのかな。撮影をドンとストックしておいて、それを古い順番にね、順番に使っていくというよりは、あんま時系列に関係されない、まあバックアップ用のやつを何本かね、データで持っておくか、まあもしくはね、ジオゲッサーとかアナダイのやってみた動画みたいな感じで簡単に撮れるやつ。で、時間が取れるやつで、いうのを、まあ、ストックで持っておいて、もしくはね、パッと取れるように持っておいて、あまりね、ちょっとさすがに外時計行った動画が半年以上ね、9月のね、さあこれから寒くなってくるかなっていう時期ねと、これ、このままだと、ゴールデンウィーク明けの暑いよ、もう梅雨だよっていう時期にね、みんな半年以上、ちょっと時間が、ぶれちゃう、形になっちゃってるので、ちょっとこの辺りはね、ちょっと改善がいるのかなと思いますんで、さすがにちょっと飽きすぎですからね。そういう感じでございますね。うん。とりあえず、この辺りもそれ出しながら、三保の松原行ってっていう、まあ、桜神社、の動画がずっと続く感じですね。で、日本にやってるのは、まあ、週1でやれか、ナマステやってた頃ですね、この頃は。ですんで、ナマステが入ったら、こんな感じで入ってった感じですね。土曜日を、で、そっか、土曜日とかやっておって、この頃は昼勤だった頃か、2021年の夏は。で、昼勤から交代戦のやつに入ってくよっていうので、ちょっと日曜変更にしたりして、継続を試みたんですけど、まあ結果的にちょっとやはり、なかなか、決まった時間に生放送、定期生配信はちょっと難しいなってなって、ちょっと生放送はちょっとお休みしていくっていうような流れに入っていくところですね。で、あとは、こう、桜咲くが途中で終わって、19日から、あれか、尾張一宮駅と三河一宮駅を間違えてしまったっていう、動画が始まるのかな。そのあたりですよね。そうですね。うん、で、そのやつで、バーっとそのあたりを見てきた動画が続きますよって感じですね。まあ、ほぼほぼ終わりか。本町商店街まで来てるから。11月中に終わってたんだな。っていう感じでございますね。で、トップ10、他のやつはどんな感じかというと、まあまあまあ、そんなに変わってなくて。で、やっぱし100再生、200再生とかで、YouTube の動画を入るんだな、っていう感じなんでね。言うて一辺倒に言ってますけど、そこはね、ちゃんとトップ10のは3桁キープしてくれてるのはありがたいですね。っていう感じですね。で、7867というのが11月でしたというところでございますね。で、11月は終わったんで、12月のデータ見ていきましょうね。